始まりました。エンペラーショッピング第4弾、ドドドドドドドパウパウパウパフミリサ。司会はこの私、リリップスの赤月おぼろ。そしてアシスタントは同じく赤月帝、よろしく。さあ、時は金なり、機嫌はそれなり。早速今日の商品を紹介していくよ。コレステロール、私たちには縁がないわね。しまった、地雷踏んだ、ダフんだ。というわけで今回の商品はこちら、リリップスフォースオンラインライブ創生歌劇反射声優リベリオン。わー、テンション低っ。もう、はい、こちらの商品はなんとなんと今世界で最もアゲーで帝のハンデにぴったりな人ランキング第1位と目されている暁おぼろ様率いるリリップスのフォースライブ。いやー、全く今回もぶっ飛んだアイテムを用意してくれたものね。ねえおぼろ、なーに愛しの帝っち。私たちって何のために存在してるんだろうね。重っ、質問重っ。答えて。私は帝っちのためだよ、キリ。さて、今回のライブはそこスルーするんかーい。私たちリリップスとしては4度目となる単独ライブ。いやー、ほんまに早いですな。3ヶ月に1回のスパンでやらせてもらってるわけですけど、あまりにもいろいろなことがライブに起こるのでもう目が離せませんね。そうだね、前回は。ああ、もういいから、思い出せなくていいから。私たちの今の状況を見たら大体なんとなくお察しできるっしょ。詳細が気になる人はきっとあるであろう再演をお待ちください。私たちのライブは、私たちも何が起こるかわからない。そうなんだよね。だからこそ、だからこそリアルタイムで見てほしいわけ。そうだね。次はどんな辛いことが。あー、もう大丈夫、大丈夫だよ、ミカドッチ。次は集会、決起集会だから怖くないよ。区民が集まる？そう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 、みんなを集めて意思統一してみんなで頑張るぞ、する感じ。そっか。あ、ちょっと嬉しそうじゃん。じゃんじゃんじゃん、よっしゃ。じゃあ今回のチケットの説明いっちゃおう。わかった。今回も3種類チケット、いや、歌劇参加賞を用意した。いいね。じゃあそれぞれの等級見ていこう。それぞれ等級ごとに得点が異なるからちゃんと聞いて。まずは人民。人民等級での参加は歌劇の視聴とアーカイブ視聴権のみ。得点はついてないから注意して。ライトにリリップスを楽しめるプラン。でも見終わった後、上のプランにしとけばよかったっていう愚かな民が毎回続出してるから、最初からいいのにしておいたら損はさせないよ。グッズも特典もいいものばかりだからね。次はグミー。グミン等級の参加賞には歌劇の視聴権に加え現実特典が3つもついてるの。こちらは実物があんたたちの手元に届く特典。いいよね、体があるって。いちいちねがらないの。現実特典一つ目はリリップスタトゥーシール。これつけたらもう仲間、私たちとつながってる証。いいよね、嬉しいよね。ね、そうだね。私もそろそろ帝は命とかって掘ろうかな。恥ずかしいからやめて。ちゃんと帝っちしか見えないところに。あっ、あ、次で、はい、次はおなじみタロット風カード。これで計8枚か。うん、集まってくるとテンション上がるね。持ってる人は並べて楽しんでね。そして最後がリベリオンロゴワッペン。わお、ワッペンは初めてのグッズ化だね。今回の現実特典は身につけられるものを意識したそうだ。ナイスコンセプト。私たちは実体ないけどさ、こうやって形になっていくのは嬉しいね。存在してるか、私たちがいることの証。うんうん、グミ、私たち的には現実特典ゲットして周りにもアピってどんどん民を増やしてってほしい。それは私も嬉しい。いや、今回もまた趣向を凝らした素晴らしいアイテムたちだね。早く欲しくて喉から手が出て耳から足が出そう。キモ。
さて次の等級は。あ、私ミカドッチに優しくなれるかも。次の等級は超グミうるさ。そう、グミを超越せしめた究極のグミ。どんな得点がつくのかな。カナカナカナブンブーンブブーン。あいたー。現実得点に加え仮想得点が5つついてきます。5個もついてくるの。相変わらず太っ腹だね。テキストファイルの秘密の話、リリップス長官によるありがたい話、グミン訓練動画、定番のシークレットライブ映像、さらにシークレット画像。こちらはいわゆるデジタルコンテンツ。今回の特典はなんだか物々しいね。訓練動画って何訓練するんだろう。地面の舐め方とか。陰険、ひどい特典だな。まあきっとグミンたち的にはご褒美なんでしょ。まあそうだね。というわけで今回もとっても魅力的な特典がたくさん、ライブも見どころ満点でお届けするから楽しみにしててね。私は何よミカドッチ、いつまでもそんなんじゃ困っちゃうよ。グミンたちだって元気なミカドッチに会いたいと思ってると思うよ。そうかもしれないけど簡単には割り切れない。グミ、とりあえずさ、私たちいろんなことはあるけど必死に生きてっからさ、応援よろしくな。はっ、軽じゃあねグミ。私たちリリップス4度目のライブは2月26日、うるさ。待ってるね。